はい、皆さんこんにちは。ドラキング2128です。どうもよろしくお願いします。今回ですね、まあ、私が持っている、まあ、ドラえもんの、ね、漫画本で、それでちょっとこのね、こちょこちょ手袋っていう、まあ、話なんですけども、この特に私の手書きで過去関西弁バージョンっていうふうにね、書きましたけどね、要するにこれはね、要するにちょっとドラえもんのキャラたちのセリフのところをちょっと私なりにちょっと関西弁にちょっと直してみて、そしたらどういうふうに喋るかというのを、うん、ね、それちょっとね、確かちょっとセリフをとこう修正しましたんで、それをね、ちょっと皆さんにね、ちょっと読んでもらおうと思ってね、それでね、アップしましたんでお願いします。なお、私、北信越の、まあ、新潟県の人間なんで、ね、例えば大阪とか、ね、あと神戸とか、ああいった京都とか、ああいった本場の関西弁には、関西人から見れば本当に私関西弁本当に素人なんで、ほんのね、本当にやっぱり本場のね、向こうの人と比べると全然もう関西弁とか本当にね、本当に片言っていうかあれなんで、それでね、多分ね、その大阪の実際の大阪の方とか神戸の方がね、これ読んでたら多分もしかしたらちょっと違和感があるかもしれないんですけど、まあそこはね、私まあね、北信越の人間ということなんでね、まあ、そこはちょっと多めに見てほしいと思います。ではね、じゃあこの順番にこうね、じゃあ、見せていきますので、なお、ね、キャラのね、そのアニメ版のキャラの、ね、声のイメージを持ってもらうために朗読はしませんのでね、はい、まあ、私一切、ね、セリフを読みませんので、まあ、皆さんの方でね、そのアニメ版とかの声を想像しながらね、ちょっと読んでみてください。ではドラえもんのこちょこちょ手袋過去関西弁バージョンでいきます。
はい、ここまでございます。皆さんどうでしたかね。まあ、私はね、本当に、まあ、北信越の人間でね、本当に関西弁に関しては本当にもうど素人なんで、多分本場のね、関西の方から、まあ、見たら、ちょっとセリフにすごい違和感があったと思うんですけどね、まあそこはね、やっぱり素人というとね、そこはちょっと多めに見てほしいですね。はい。なんでね、まあ、ねえ、なんでね、まあ、まあ、おそらく、まあ、おそらくですけど、きっと関西の方で、もう当然ね、ドラえもんとか放送されたり、ね、ドラえもんの単行本とかいろいろね、こう、ね、いろいろ本、漫画とかね、当然売ってますけども、まあ当然ね、まあ方言とか関係なくみんな標準語、ね、例えそれがね、北信越もそうですし、まあ関西だろうが関東だろうが、もう四国、九州、北海道とかね、関係なく、沖縄とか関係なく、標準語でね、アニメが放送されたり、漫画が放送されたり、あ、じゃあで漫画がね、こう漫画が売られたりしてると思うんですけども、でもね、実際にこうやってね、その方言、そのアニメとかそういう漫画のキャラクターをにこう方言でこう喋らせるとどうなるかというのはちょっとね、そういう思い出にちょっとあえてね、ちょっと関西弁でちょっと、まあ、自分なりにちょっとインターネットとかちょっとね、ちょっと調べ、簡単に調べまして、それでちょっとあの関西弁に訳して書いてみましたね。え、まあこんな感じですね。ねえ、でも面白いですね。なんかね、なんかドラえもんとか、のび太とかね、なんか、あとスネ夫とかがね、こう、関西弁で喋るっていうのはね、結構、ね、まあ、結構面白かった。まあ、私的には結構面白かったですね。そういうことなんでね。なんで、あ、どうもすいません。はい、どうも。ね、でももしね、関西の方でね、これ、まあ、多分関西の方が見たら本当にね、ちょっと違和感あると思ったんですけど、本当にね、そこは、本当にすいませんね。そこはね、やっぱり私、本当、まだね、本当に素人なんで、すぐなんで、ね、どうもありがとうございました。